して、これ驚くほど簡単に受給できていました。この人たちは国を騙した加害者でもあり、税理士や国税の職員なんかに騙されてしまった被害者でもあるという、まあ両方の側面を持っているんですね。人のお金だろうが自分のお金だろうが同じように取り扱っていかないとダメですよ。ということは注意していただきたいなと思います。どうも、一野さん、しろです。今日はですね、コロナ対策の給付金、いわゆる持続化給付金ですね。この持続化給付金の不正受給詐欺で逮捕者が続出していて、なんとタフ社の中には税理士や国税局職員、まあ、こういった方まで含まれてきているという残念な状態になってますので、その話をさせていただきたいのと、補助金助成金を使う際の注意点ですね。中小企業の多くがね、こういったものを使っていると思うんですが、この使う場合注意点がありますので、正しい活用方法についてもお伝えしていきたいなというふうに思っております。このチャンネルではですね、中小企業に役立つ話日々配信しておりますので、ちょっとでもね興味があるという方はぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいなと思います。またですね、 YouTube で伝えきれないお得な情報を3本の動画にまとめて公式 LINE 登録者限定でプレゼントしておりますので、動画概要欄から公式 LINE の方も登録よろしくお願いします。ということでですね、この給付金詐欺について、実はですね、ショート動画ではね、長尺の動画とはちょっとね内容が違くて、お金にまつわる小ネタであったり、税金に関するね時事ネタなんかを取り扱ったりしておりますので、まあ、興味があるという方はね、そちらの方もぜひね見ていただければ、1分以内の動画になってますので見ていただければなと思います。でね、持続化給付金ってなんだっけっていう方もいらっしゃると思うので、持続化給付金について簡単にね先にお話ししておくと、持続化給付金とは中小企業や個人事業主、つまり事業を営んでいる、まあ、会社または個人がコロナの影響でコロナ前と比較して売上が 50% 以上落ちちゃいましたみたいな場合に、法人だと最大200万円、個人事業主だと最大100万円支給しますという制度で、2020年から2021年にかけて多くのですね中小企業が利用してきたものです。この制度というのは、コロナでダメージを受けてしまった会社をとにかくまず救済するのが先だということで、支給要件というのは当然設けられているし、必要な、ね、書類なんかもあるんですけど、もう審査がゆるゆるの状態で、とりあえず書類を揃えて申請すればすぐもらえますみたいな状態だったんですね。なので当初から不正受給が出るんじゃないかっていう話は出てたんですけど、とりあえず一旦出して、不正があったら後で調査してきっちり取り締まりますよというスタンスを取ってきました。で、それを行った結果、案の定ですね、まあ、去年あたりからですね、もう持続給付金詐欺っていうのがめちゃくちゃ話題になってきてて、もう不正受給者の逮捕者なんかが続出してる状態なんですね。で、まあ実際逮捕されたりしているのはおそらくね、まだ氷山の一角で、もう被害額に関しては発覚しているだけでもとんでもない額になってるんですけど、まだまだ増えていくんじゃないかなと思います。で、これ当然財源は税金なので、やっぱりね制度自体が問題だったんじゃないのと言わざるを得ない状況になってます。とはいえね、100万とか200万ってまあ少額じゃないですね、まあ、会社にとってはねちっちゃいお金かもしれないですけど、まあ、一般的に考えると小さなお金じゃないですよね。そんな100万200万って簡単に引っ張れるの、騙せるのって思いますよね。でもこれね、簡単です。もちろんね、私は詐欺とかね不正受給には加担してないんですけれども、実際にね売上が 50% 以上下がっちゃって要件に該当しましたっていう会社の申請をお手伝いしたりはしてます。で、これ驚くほど簡単に受給できていました。でね、じゃあ不正受給した人たちがどういう手口で不正受給したかっていう話なんですけど、不正受給をするっていうのはですね、基本的に個人がメインです。実際には事業などをしていない、つまり受給資格がない学生であったりサラリーマン、こういった人たちを、実はねこの制度穴があって、こういう裏技を使えば誰でも簡単に給付金もらえるよっていう風に持ちかけて、そのね集めてきた人たち、この人たちの名前を使って嘘の確定申告書を作って事業をやってましたっていうように見せかけて不正受給をするという手口なんですね。まあ、確定申告書を作るって馴染みのない方からすると難しいんじゃないかなって思うかもしれないんですけど、普段から作成している税理士であったり国税局の職員なんかからすると、まあ何にも難しいことはなくて簡単に作れちゃうんですね。信じられないんですけど、実際に税理士であったり国税局の職員、こういった方々が嘘の申告書を作って不正受給することを指南するなどして何名も逮捕されるっていうような状態になっていて、もうカオスみたいな状態になってるんですね。で、最近も国税局職員を含む7人のグループっていうのが逮捕されて、被害額は約2億円ぐらいになっているというふうに言われてます。この不正受給詐欺って加害者被害者ともに2人ずつ存在していて、まあ、一番の加害者は当然ね不正受給を指南した税理士であったり国税職員ですよね。で、被害者はまあ、金を騙し取られた国ですよね。なんですけど、一番厄介なのは、まあ、名前を貸してしまった学生やサラリーマン個人ですよね。この人たちは国を騙した加害者でもあり、税理士や国税の職員なんかに騙されてしまった被害者でもあるという、まあ、両方の側面を持っているんですね。
まあ、国を騙してお金を取ったことに変わりはないんですけど、税理士なんかにね、騙されて詐欺に加担してしまった、詐欺だと思ってなかったけど簡単にもらえるよって言われてやっちゃったけど詐欺だと思ってなかった、知らなかったっていうね、被害者的な側面もあるわけです。なんですけど、まあ、騙されたからといって無罪放免なんてことは当然ありません。普通に捕まりますし、騙し取ったお金、国から騙し取ったお金は当然ね、利息をつけて返さなければならないという返済義務を負います。まあこれね、普通に真っ当な考えを持っている皆様からするとね、どう考えてもやばいっしょってわかるんだけど、そういうまともな判断ができない情報弱者が大量に集められて騙されて犯罪者になり、金銭的にも大変なことになってるってことなんですね。国から騙し取った本人はその受給者なので、その名義を貸した本人がまあ当然払わなきゃいけないんですね、返さなきゃいけないんですね。なんですけど、実はこのね、名前を貸してしまったっていう人は大してお金を受け取ってないというケースもあるんですね。この詐欺業者たちが手数料であったり書類作成料みたいな形で 30% から多いと 70% ぐらい抜いていたりするんですね。なので手元に残ってるお金はそんな多くないという方も多いんじゃないかなと思います。まあ、その人たちからすると、名前貸しただけで30万もらえてラッキーみたいな風に思ってるかもしれないんですけど、後で大変なことになるということなんですね。もし、ね、不正受給しちゃったけどまだバレてない、うちにも来るのかなとかってヒヤヒヤしてる人がもしいたらですよ、今すぐに自分で不正受給しちゃいましたって言って返してください。お金を早急に自主返納することをお勧めします。逃げ切れるなんてことはないので、いずれ確実にバレるので、自分自ら返済するようにしましょう。でこれね、若干タチが悪いのが、これ確定申告書偽造して提出することになるんですけど、2020年に、まあ、売上めちゃめちゃ減りましたっていうのを、まあ、前年より 50% コロナ前より 50% 減ったっていうのを出さなきゃいけないので、前の年事業してないけど事業やってました、売上これだけ上がってましたっていう確定申告書、前の年の申告書を偽造するわけですね。でその偽造した内容次第によってはさらに大変なことになるっていう話がありまして、では今年は売上こんだけしかないけど去年これだけありましたっていう風に出さなきゃいけないので、去年の売上を、まあ、例えばそのね、嘘の申告書を作る税理士であったり国税職員がめちゃくちゃ大きい金額で作ってめっちゃ利益出てましたっていう申告書をもしね、去年の数字として出しちゃってたら、そこに対して税金かかっちゃうんですよ。意味わかりますかね。嘘の申告書であっても本当は利益出てなかったとしても利益出てましたっていう申告書を作ってしまったら、それに対する税金って払わなきゃいけないんですね。そうすると前の年の税金も払って、さらに不正受給してしまったお金、一部しか受け取ってないけど全額返さなきゃいけなくて、利息をつけて返さなきゃいけなくてっていう本当に最悪な状態になってしまいます。なのでもううまい話はないんだなというふうに思ってですね、まっとうに稼ぐために、まあ、ちゃんと知識をつけて勉強して、ね、身につけて自分の身は自分で守れるようになっていっていただければなと思います。でこういったね、助成金であったり給付金、こういうものはですね、もらった金の用途に制限ないんですね。要はもらった金は会社が自由に使っていいとされています。ですし要件に該当していれば必ずもらえるものなので、不正は当然ダメなんですけど、まあ、もらえるものはもらっておいた方がいいよねというのは間違いないんですね。なんですけど、この助成金や給付金と似て非なるものとして補助金というものがあります。補助金に関してはもらえるものはもらっておこうというノリで使ってしまうとですね、大変なことになってしまう可能性があるので注意が必要です。補助金っていうのは通常使った額の何割かが補助としてもらえるっていう制度なんですね。ではもらったからといってその分ね、会社のお金が自由に使えるお金が増えるかっていうと、そういうことではないってことです。一部を補助してもらえるだけ。例えばですね、このコロナで話題になった補助金で事業再構築補助金っていうものがあるんですけど、これどういう補助金かっていうと、まあ、通常枠っていうもので最大6000万円までもらえるっていう大きな額の補助金がもらえる制度なんですね。でこの事業再構築補助金っていうのは、まあ、簡単に言うと今やってる事業じゃなくて新しい事業を始めるのにお金かかりますと。でその新しい事業を始めるのにかかったお金の3分の2を補助金として出しますっていうものなんですね。で6000万円もらうためには、つまり9000万円を新しい新規事業に使ったら6000万円もらえると、後からもらえるっていうものなんですね。なので、まあ、一旦は9000万使わなきゃいけないわけです。6000万先にもらって自由に使っていいようじゃないんですね。でこの補助金6000万円かなり大きい補助金だと思うんですけど、これを使いたいっていう会社ってめちゃくちゃ多かったんですね。6000万円をもらうのが目的になってんじゃないかみたいなことをやってる会社がかなりあってですね、今全然規模ちっちゃくてもう年商3000万円ですみたいな会社なのに、いきなりですね9000万円使いますっていう計画書を作ってそれが通っちゃったりしてるんですね。そもそもですよ、新規事業ってめちゃくちゃリスク高いんですよ。大体失敗するんですね。なのに今までやったことないような規模で全く違う業界の事業を9000万円もいきなり使ってやるっていうのは正気の沙汰じゃないんですよ。でもこれ補助金6000万円もらえるからとりあえずやっちゃえって言って多くの会社がやってるんですね。
ちょっと今やってる事業を横展開してやっていくとかならいいんですけど、全然別事業始めますっていう方結構いたんですね。で、実際なんか中途半端にやって、やっぱりできねえってなってポシャっちゃったりとかっていうケースがかなり今多いという風になっています。そうするとですね、途中までしか実行できませんでしたってすると、補助金1円も出てこないんですよ。ただただ損して終わると。さらにこのね、補助金の申請するのに中小企業診断士であったりコンサル会社なんかにね、この事業計画作成料みたいな形で結構な金額払ってたりするので、もう本当にね、ちゃんとハンドリングできるような事業をちゃんとした計画作ってやらないとめちゃくちゃ損しちゃうんですよ。なので補助金使うっていう場合にはね、もらえるものはもらいたいのはわかるんですけど、本当にね、無駄なことは絶対したらダメです。もともとやろうとしてたことに補助金たまたま当てはまるものがあってから使うっていうね、これぐらいの使い方がいいんじゃないかなと思います。で、補助金使えるからとりあえずめちゃ一番いいスペック入れようとかね、例えば機械装置買うってなった場合に、本当は100万の機械でいいんだけど補助金出るから300万入れようとかっていうのは本当無駄なので、100万の機械入れて30万もらうとかね、そういう風に言ってください。300万の機械入れて実際の負担は100万だから、もともと予定してたのと一緒だよね、本当無駄なので、このね、補助金あるあるなんですけれども、必要以上にお金を使ってしまうっていう、人の金だと無駄に使っちゃう。これね、自治体とかも同じですよね。税金って自分のお金感ないんですね。なので、民間じゃなくて自治体なんかが事業やると無駄なお金使って失敗するケースってめちゃくちゃ多いんですけど、自分のお金っていう感覚がないからっていうのがあるんですね。なので補助金もこれ一緒なんですよ。民間が使ってはいるんですけど、民間会社も補助金でもらうと自分のお金っていう感覚がないので、無駄遣いして結局めちゃめちゃ大損をこいちゃいましたみたいなことがすごい起こるので、人のお金だろうが自分のお金だろうが同じように取り扱っていかないとダメですよ、ということは注意していただきたいなと思います。でね、この補助金ってうまく当てはまるものそもそもあんのかとかって思いますよね。で、実際補助金って2000種類以上あると言われていて、全部を把握することなんてほぼ不可能みたいな状態になってるんですね。なんですけど、JNET21 っていうワードを入れてですね、 Google で検索していただきたいんですけど、こちらのね、ホームページ見ていただくと、結構補助金なんかいろいろね、地区ごとであったり業種であったりっていう形で検索できるようになっておりますので、補助金もし使いたいと、もしね、今からなんか事業新しいのをやろうとしてると、なんか当てはまる補助金ないかなみたいなことがあったら、まずね、この JNET21 で検索していただいて調べていただくといいんじゃないかなと思います。ということでですね、本日は以上になります。冒頭にもお伝えしたんですけれども、 LINE 登録者限定で無料で3本の動画プレゼントしておりますので、ぜひね、 LINE の方も登録してプレゼントゲットしていただければなと思います。ということで本日は以上になります。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。